こんにちは、新谷正樹の吉田です。本日は、奈良県天理市東戸道町にございますレオパレスハルカ2のご紹介をさせていただきます。こちらレオパレスハルカ2なんですけども、非常に生活便利な立地にある物件となっておりまして、おすすめのワンルームアパートとなっております。こちらまず見ていただいているスペースなんですけども、洋室スペースとなりまして、レオパレス物件ですので設備がたくさんついているのが特徴です。このような作り付け、取り付けのテーブルですね、椅子なんかも設備になっております。こちらの姿見、鏡の方も設備ですね。続きましてベッド、こちらのベッドも備え付けロフトベッドとなっております。下に収納があるのが特徴で、このようなスペースにたっぷり荷物を入れていただくこともできますね。収納スペースもクローゼットとしっかりと取っております。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、同じスペースが2つありますね。真ん中に仕切りがかけていただいて、こちら側も同じようなスペースをご準備しております。エアコンの方もですね、1台ご準備しておりますので、お一人で生活されるんでしたら十分対応いただける大きさだと思います。設備でこのようなテレビもご準備しております。その隣にこのようなですね、セコムついてるのも特徴ですね。セキュリティ的にも安心していただけると思います。続きましてこちらキッチン周りになります。こちらキッチンなんですけども、2口コンロご準備しております。お隣がシングルになっておりまして、しっかりお湯も出ますので、収納もこのようにたっぷりございます。安心していただけますね。設備といたしまして、電子レンジ、冷蔵庫、こういったものもご準備しております。こういった少しのスペース、非常に便利だと思いますね。反対側のスペースに洗濯機1台設置しております。お隣がお風呂場になりまして、こちらのお風呂の方は浴室乾燥機付きのタイプとなっております。本当に一人で生活するんでしたら十分な設備ですね。玄関周りもすっきりしておりますので、靴なんかでもですね、靴箱ちゃんとここにあるんですけども、靴箱いらないんじゃないかなというぐらいだと思いますね、お一人でしたら。最後おトイレですね。こちらおトイレになっておりまして、こちらのおトイレはウォシュレットが付いております。冒頭申し上げましたが、こちらの立地はですね、生活していただくのに非常に便利な立地となっております。気になる詳細等はですね、当社ホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。